今泉 P プレゼンツファンキラにまつわるプレスセトラー。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届け。ゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問に答えたり、ファンキラにまつわるゲストを招いてお送りしていきます。今日はキーワードトーク、ウェンズデー。今日も声優の上田からさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今週はですね、うん、ゼツセトラカードではなくキーワードでトークをしていきたいと思います。はい、じゃじゃん、こちらになります。うん、何か先週からちょっと薄々思ったけど、お前じゃじゃんってちょっとすげえ昭和だよ。すいません、言いたくなっちゃう。がある、うん、どれしましょうね。お年玉運用セミナー多分、3万円を3万2000円に増やすそういう。これ私結構得意ですけど、ちょっと生々しいんでね。まあ、まずなんかコスプレ気になりますね。そうですね、そうですね。あんまりイメージないっすよね。でも私あのサラブレッドなんですよ。母が結構オタクで、あのデビュー小学生なんで、衣装も全部すごい作りますし、桜大戦の桜とか、この間ヒロイさんとラジオやったんですよね。そうなんです、よくやってました。ヒロイさん最近仲良くさせてもらって。あ、いいですね。そう、私実はあの桜大戦すごく好きで、はい、あの児童劇団にいたって前言ったんですけど、それが宝塚歌劇団に入るためだったんです。で、宝塚歌劇団に入るためにずっとレッスンをしてて、はい、でも受験にいざなってみると身長足りなくて受験すらできなかったんですよ。あるんですね、身長です。でその後にあの私を助けてくれたのがあの宝塚歌劇団、まあ、あの帝国歌劇団、桜大戦の、はい、ね、だから声優になろうと思ったきっかけが帝国歌劇団に入りたいと思って、やっぱちょっと方向転換したっていうのがあるんですよ。すごいきっかけだった、ね。そう、まあね、でもヒロミさんに言ったらでもすごいもう憧れの人というか、もう夢を与えてくれた人だから逆に喋れないかもしれないです。すごいね、そんな。そう、私の人生を変えたあのおじさんってなんですよね。結構声優になって夢たくさん叶えてきたんですけど、あの歌劇団に入るって夢はまだ叶ってないんで、ちょっといつかあの頑張りたいですね。オーディションとかあったら、ね、確かに初めてお会いして小柄な方だなって、ね、そうなんですよ、思いましたね。イメージがね。そうなんで、髪とか長いんでちょっと背高いと思われてるんですけど、150センチぐらいしかなくって、しかもなんかこう喋ってみるとね、アロンダイトっぽくもないですもんね。役の幅が広がったんで。どちらかというとね、ダグダなんですよ。そうなんですね。はい、マスターもうやだみたいな感じのが多いから。本当そうだ、おんぶおんぶって。ということでまた明日。